何気ない日常が続けばいいのに、と誰もが思った。内浜学園旧校舎での最後の文化祭に向けて、私たち天文学会は準備活動の障害撤去、不思議な事件の解決を余儀なくされていたあの日、それは突然のことだった。テレビアニメ失われた未来を求めて、10月より放送開始。明日また会えるよね。